まあもちろん今日は私の引退作を見るっていうことですよね。皆様、私は今日引退でもありますからね。今日が最後です。あ、もう引退した、引退しました。引退をしたよねっていう儀式だから。私はもう肩書きがなくなりました。山上優雅30歲生日直播宣布引退、老司机全哭了。あー、日本人气 AV 女优山上优雅昨天深夜开直播庆祝30岁生日，以及宣布正式隐退。ごまかし。誕生日です。ちょっとさ、一瞬さ、ツイートしてくるからさ、待ってて。昨日が最後って言ったんだけど、まあ、今日が最後か。今日で終わり。今日で最後。今日で最後。もう引退した？もうよくわかんないんだけど、まあ、今日までしたんじゃない。あ、もう引退した、引退しました。引退をしたよねっていう儀式だから今日。引退した、私はもう肩書きがなくなりました。某些粉丝对他引退也感到可惜，刷了哭哭表情。优雅酱还给粉丝一点小惊喜，宣布会成立新的粉丝团，点赞加会员会有可爱的会员证，不过只有免费两周。上周才来台湾的山上优雅，被台网友反映亲密互动环节砸大钱，却态度不佳，很敷衍耍大牌。一个啊，三项。网友称花了4000块，不能勾手，也不能十指紧扣。对此，本台有访问优雅奖的说辞。やっぱり最後にお見送りまでしてくださって、私が引退っていうのもあったので、引退の最後のお話ししてる時にスタッフさんに聞いたんですけど、泣いてくださってる方もいたみたいで、すごく。言葉は通じなくてもこうやって悲しく、私の引退を寂しがってくださる方がたくさんいるっていうのはちょっと嬉しかった。才遭台粉轰敷衍，日本的引退见面会疑似出现滞销状况。由于山上优雅的活动向来是费用高、福利时间短，因为官网突然宣布加码，只要参加活动就能激涨的福利，还释出各种催票文，不免让人怀疑票卖不出去。自分の思い描いていた以上の AV 女優のなんてこう奪おうとかなんかしないので、それも全員一緒に応援してくれたら嬉しいです。